始まりました。一丁やりまして特別編ということで、どうも、みちゃのすけです。はい、皆様、この物々しい雰囲気、私だけかな、感じてるのは。後ろにこのあるんですけども、今日はなんと法人対抗超ディスクアップ選手権の予選会に来させていただいております。そしてやるのは私 MC、 この黒ギャル界随一のビタ押しうまい芸人こと美茶之助が本日は MC を務めさせていただきます。ということで、今回貴公の北摂エリアさんに来させていただいております。で、まあ私がビタ押しをね、うまいことは皆さんご存知かと思うんですけども、今回 MC をさせていただくということで、この初めて、私初めてね、超ディスクアップを見るんですけども、すごいですよね。今回は貴公な北摂エリアのビタ押し、とってもうまい方たちにご集結していただきました。まあちょっとね、まだ順番とかは決めてないので、ちょっと皆様を読んで、まずは遊戯をしていただく順番を決めたいなと思います。はい、てなわけで、ちょっと今から古典的な方法ではありますが、皆さんにじゃんけんをしていただいて、遊戯をする順番を決めていただきたいと思います。皆さんに今から戦っていただきましょう。レッツゴー。飛行の半径より茨城県の白瀬です。そうです、トップバッターなんで、後ろにプレッシャーかけるようにディフェンス出したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではお願いします。はい、同じく飛行の半径より茨城県の白瀬です。なんとか隣の人には負けないように頑張りたいと思います。お願いします。お願いいたします。それでは1回戦のお二方からよろしくお願いいたします。お願いします。レッツゴー。うまいですね。早いな。お、すごい。これはだいぶいいトップバッターじゃないでしょうか。後ろにいいやつをかけております。ちょっとうますぎるんで、前から取ってプレッシャー与えます。おっと、いい顔をしております。頑張れ。素敵な笑顔、そして素敵な筐体。くー、しびれる。いいぞいいぞ。次は白田さんに突撃。あら、メガネすごくお似合いですね。かっこいいです。ボケもかっこいい。お、ナイスです。2人とも1万点超えてますね。さすが、いいトップバッターだったんではないでしょうか。こいつ、はい、わかりました。じゃあまずイラストの点数が13,960点。イエイ。そしてしげたさんの点数が16,080点。ナイスです。それじゃあまた2巡目までちょっとしっかり、はい、休憩を取っててください。はい、ありがとうございました。それでは2組目の挑戦者の方に自己紹介をしていただきます。どうぞ。はい、貴公な茨城店の中山と申します。お願いします。意気込みを。意気込み、いや、取りたいっすね。トップトップトップ、はい、頑張りましょう。頑張ります。イエーイ。
はい、どうぞ。キコの JR 水田駅前店の吉野と申します。はい、意気込みをどうぞ。はい、皆さんに負けないように頑張りたいと思います。頑張りましょう。はい、はい、じゃあ用意をしていただいてよろしいですか。緊張するな。レッツゴー。お、2人ともいいスタートダッシュを切りました。スタートダッシュ、お、早いな、だいぶ早いです。お、うまい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 ぞ。それでは、イサゴカメラ突撃します。お、真剣な面持ち、ヤシナくん頑張れ、頑張るんだぞ。どの制服、とっても似合ってる。最高。先日、一丁やりましてで、共に上演を果たしました。先日の一丁やりましてで、お悩み相談のお悩みを乗りました。私たち、黒仲間でございます。あら、今日はなんか、おしゃれな眼鏡してるな。あれ、髪の毛もちょっと、切ってんじゃないの。感じやん、渋い、最高。入れて入れて、結構さっきからね、成功音がすごいのよ。うまいね。ナイスナイス、早い早い。さ、何点だ。お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。はい、というわけで点数の方はね、1240点。どうですか、個人的に。いやー、次っすね。次っすね。ちょっと惜しかった。惜しかった惜しかった、うん、はい、吉野くんが9380点。どうですか、はい、練習と比べると。いや、そうですね、まあ次頑張りたいと思います。はい、まあ、まだね1回目なんで、次に期待ということで、次頑張りましょう。ありがとうございました。それでは3組目の挑戦者の方に自己紹介をしていただきます。どうぞ。はい、茨城斎藤店から来ました宮川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。意気込みをどうぞ。目指せ2万点ということで、チラス声をしたいと思います。よろしくお願いします。さすがですね。夢はでっかくですね。ナイスです。はい、お願いします。はい、キコーラ西味店のきなりと申します。お願いします。お願いします。意気込みはどうぞ。そうですね、まあ楽しんでやります。はい、それが一番、さすがです。頑張りましょう。それでは用意の方よろしくお願いいたします。よっしゃ、じゃあレディーゴー。なんと2人始めるタイミングは一緒、それがすごい。速さ重視。お、ナイスパーフェクト、ナイスパーフェクト。それでは、リチャノスケの緊張の一瞬、前から行きたいと思います。あ、圧力かけてる、圧力かけてる、木梨君に圧力かけてるよ。悪い男やで、悪いな。真剣な顔つきになります。よし、よし、頑張れ。悪い男の元に行きます。よし、敵にプレッシャーを与えるプロ。よし、おー、プレッシャーを与えております。ドーン。一番楽しんでる。最高の笑顔、いいぞ、いけいけ。よっしゃー、よっしゃー言ってたけど。お、ナイスナイス、レベルアップ。あ、どこだ、どこ。一番楽しんでおられた3組目。おお、ナイス、なかなかにナイス。それでは点数の方を発表していきます。
プレッシャーを与えるプロの点数は11,110点。なかなか高いですね。どうですか、個人的にこの数字は。ちょっとね、最初ペースダウンしてたんであれですけど、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。途中から乗ってきましたもんね。はい、ちょっと乗ってきましたね。はい、そして木梨君が5,090点ですね。ありゃりゃ、ありゃりゃ。どうですか、個人的に。あの、隣からの圧がすごい。いやね、そうよね、怖かったよね、もう。これは仕方ない、2周目にかけましょうね。いや、ありがとうございました。てなわけで、次の挑戦をしかとお待ちくださいませ。ありがとうございました。ストーンスイカ店にいただきました、高知です。お願いします。まこさん、まこさん、はい、緊張してますよ。はい、緊張してますよ。まあ、なんとかいい点だけだなと思います。お願いします。はい、頑張りましょう。はい、お願いいたします。キコーナースイダテンの長老です。5000点目指します。お願いします。もっと取れるくせに。ありがとうございます。5000。よし、手なわけでタイミング的には大丈夫ですか。準備は。はい、わかりました。それではレディーゴー。結構集中型ですね。集中が一番大事ですから。ナイスナイスナイス、うまいですよ。それではまずこちらからちょっとリチャのスピカメラ回っていきたいと思います。高知くんは高知さんは長老の緊張しています。今日の暑い日に打ち立ち、いい男になるんだよ。あ、結構うまいですね。あら、うまい。ナイス。では5000点と言っていましたが、余裕で1000点を超える。さすがだ。あ、はい、これ何もない。はい、まずは高知くんが6190点です。どうですか、個人的にこの点数は。いや、ちょっと思うように押せてない。あ、まあ、ちょっと練習の方がもしかしたら良かったのかもしれないですけど、まだね、2回目あるんで、次頑張りましょう。はい、それでは長老の点数が8200点です。5000点超えましたね。もう上出来だと思います。余裕でしたね。はい、もうこれで、まあ、スロット打ったことあるっていうのが分かる。証明できましたね。はい、はい、ありがとうございます。というわけで、2周目までしかとお待ちくださいませ。いい、ありがとうございます。この番組はキコーナ大阪北摂エリアご協力のもとお送りしております。